どうもこんにちは、トニーです。僕は今ね、韓国、ソウルは、あれちょっと待って、何、落書きもすごいな。韓国事情よ。ノランジンスサンシジャン、ノリャンジンスサンシジャンっていうところに来ています。あのよ、こんな感じなんだよ。ほらすごい、くたびれてるけど大丈夫、合ってんのこれ。なんかスラム街に連れてこられたんじゃないですか。ただね、来た、あ、ほんまや。あ、これ旧館だろ。でもこのノリャンジサンスザ、まあそこがですね、韓国一巨大な海鮮市場なんですよね。で、一般人が入れる海鮮市場、高菜市場でいうと、まあ、世界最大クラスというところにね、僕は今日来ています。ここノリャンジンスサンシジャンは韓国ソウルにある海鮮市場、東京ドーム約3分の1個分の販売競りのスペース、さらには多数の食堂が軒を連ねる超巨大市場。一般人が魚を買うことのできる市場では世界最大クラスで、外国人も多くやってくる人気の観光地になっています。なんて書いてあるかわからんし、値段もわからん。イイダコみたいな感じでしょこれ。で、向こうにはアワビ的なやつでしょ。いっぱいおるよ。どうしよう、これ旧館でもこんな広いの。新館っていうのができたんですよ、旧館で。旧館はもうね、なんか潰れかけてるみたいな話を聞いとるんだけど、それでもこの広さですか。ほや、ナマコ、うわ、でかっ。これなんやろ、あれ値段じゃないよね。でも値段は書いてないのかな。ザビ、うわ、エビでかっ。何エビこれ、すごいでかいよこれ。観光客的な感じでこうやってても誰も、あ、ね、いっぱいおるやんこれ。多分1キロ2万5000ウォンってことだね。1キロ2500円。え、これは3キロぐらいあるのか。7500円、まあ妥当ぐらいじゃない。とりあえずね、時間はめちゃくちゃあるんで、全体的に見て回りたいと思います。珍しいやつを探して。ここはなんか似たようなのがいっぱいあるね。カニとかカキとかタコとか。あ、これヒラメ。これヒラメ。へぇ、天然ヒラメ。これ日本のヒラメとちょっとちゃうよね。なんかヨシコ、ヨシコヒラメ。赤ダイ、ソイ、ソイ、スズキ。へぇ、すごいじゃないですか。パクチン、プロパクチン、赤鯛って言うんだ、韓国では。タイのことを。にぎわってるね、平日だけど。まあでも取り扱ってる魚はなんか、あ、すごいのおるやん。え、何あるやん。あ、ちゃうか、ひっくり返ってるだけか、あれ。変わった魚じゃない？これ。これなんだろう。え、これ知らんねん。これ。これなんだろう。めちゃくちゃ広いよ、これ本当に。これ今僕食べるの旧館っていうところなんですよ。で、新館ができたんだけど、新館はめっちゃ綺麗な建物らしいんですよ。で、そっちの大半は移ったっていう話なんですけど、旧館ですらこれだからね。だからじっくり見てったら本当に2時間、3時間ぐらい。歩けるんじゃないかっていうぐらい。あ、どこもかしこも割と似たようなものをね、なんか取り扱ってる感じですね。サメ、なんだろう、何ザメだろう。ソシザメと、なんかアイナメみたいな。すごいのおるやんこれ。何これ、これすごいね。ほら、これやばない？これサムネでしょ、完全に。これ完全サムネやん。な、ヌタウナギってやつかこれ。やば、すごいなこれ。あ、やっちには普通のノーマルのウナギっぽいやつがいる。
内側に入っていきましょう。まだこんなにあるから。今こっち歩いてきて、まだこんだけあるからすごいよ。今こうやってガーッと来たでしょ。向こう行ってこう来てもう一回行けるから。おやおや、これは何だろう。これは何だ、これクラゲじゃない、もしかして。違うかな、しぼんじゃってるやん、これしぼんってなってる、しょぼんって。来たよ、ついに見つけた。本当にいた。にわかには信じがたかったけど、めっちゃ元気やん。ユムシ、日本でなんか取れるユムシとなんか規格外に違うね、サイズが。釣り餌のユムシなんてこんなんだけど、これ4倍5倍あるし、動きが活発。まあ言うてもその日本と近いから似たような魚が多いっすよね、普通に考えてね。エイだけど何エイだろう。よし、まあ大体見たかな、これで。なるほど、よし、じゃあ新館に行きましょう。で、新館では、その新館ではなんか分からんけど、あの市場で買った魚を食堂、食堂に持ってって、で料理してね、食べれるという、そういうシステムがあるんですよ。サワラ、サワラがおるし、何これ、何これ、これなんて魚や、わからん。お腹ぷっくら、なんか顔も変な感じだし、体はナマズみたいな。これも他にはほとんどいなかったやつだね、ここだけで見た。くさ、鮮度的なものがあるよ、これは。ちょっと臭い、腐ってる匂いがする。で、今もうね12時ぐらいなんですけど、何も食べてないんで、すげえお腹空いてるんで、持ち帰る、日本へ送るのはまああと、わ、すげえな、ここも日本へ送るのもあとにして、とりあえず買ったやつを食べたいと思います。それか食堂とかに軽く入りたいと思います。何これ、チン男、何これ、チン男って。日本人だったら絶対食いついちゃう、こんな感じ見たら。ここ入るか、空いてるし。お、おいしいやん、これ日本の小屋。日本一ビアホール、おでやん、やってるか知らんけど。あ、寿司やん。あ、ここでやん、おいしそうじゃん。まあ、韓国の寿司事情っていうことで、これいくらなんだ、これ安くない、これ。え、18ウォンってこと、180ウォンなの、わからんな、値段感覚がわからん。ジャパニーズスタイルうどんプラス寿司5ピース、うん、あ、これハリバットって、あ、あれだ、でっかいヒラメのことだ。ライブアバロン寿司、アバロンってなんだ。あ、でもこれアワビっぽい。え、いやでも生きてるね、アバロン。なんかな、伝説の生き物みたいな。アバロン寿司って書いてある。ライブアークシェル寿司、何のことやろって感じですね。来た、来たよ。え、うまそうじゃん、普通に、普通にうまそう。あ、で最初から寿司に醤油がかかってるっていう。いただきます。うん、レベル高え。何これ、うまっ。うわ、これうまっ。みんな連れてきてあげてくらい、うまい。一貫食って分かった、うまさが。うどん、ジャパニーズうどんが来ました。エビが入ってるけど、うわー、ええやん、ええやん、これええランチや、これ。
うまい。最初に食ったマグロがめっちゃうまかった。冗談抜きにうまかった。めっちゃレベル高いよこれ。ごちそうさまでした。はい、というわけで、前半はね、まあ、市場を回っていろいろ魚を見てみましたと。まだ新刊全然見てないですけど、後半ではね、新刊を見て魚の買い付けですね、やっていきたいと思います。それでは次の動画もよろしくお願いします。じゃあね。